大輔とレナのメイキングフィルム。縁日の記憶をご覧の皆様、冬島翔太です。今回も縁日の記憶番外編コーナーということで、次の映画の作品を聞きたいんですけど、はい、映画のタイトルとどこの国でっていうのを聞いてもいいですか。はい、まず映画のタイトルは AI は愛のために。 AI は愛のためにイスラエルで撮った作品なんですけども、これも48時間映画祭でパリの方に提出したという流れなんです。撮影はイスラエルとバルセロナかな、イスラエルに私は直通便逃げたんですよ。なんと席が1席だけ残ってたので、松島監督の方は行けなかったと。もともと取ってたチケットが急にキャンセルになったんですよ。戦時なんですぐキャンセルになるんですよ。なるほど。私探した飛行機が4回乗り換えるやつで、4カ国回ってやっと行けたっていう。そもそも入るのがすごく難しくて、もはやチェックインカウンターすらないんですよ。ガザの国境まで1キロ地点に行きました。そしたらですね、タルタニ監督が国際免許持っておられて運転してくださるんですけど、国営上がってるって言うんですよね。そうですね、はい、はい、ちょうど1キロ先を運転してました。なんだか見た瞬間に国営が立ち上れてたんですよ。はい、はい、で、あの時点は、はい、その1キロ先というのはガザの、北部なんですけれども、その地域休戦しているはずなのに、なんで攻撃があるんだろうと思って調べてみたら、3万人の町がごそっとこの2ヶ月で消滅してるんですね。もう誰一人としていない。亡くなった方、殺害された方、そして避難皆さんされてて、町ごと亡くなったところでイスラエル軍が、訓練をしてました。で、またタルタニ監督面白いのがスーパーコミュニケーションで、イスラエル軍の人たちとも仲良くなっちゃうんですよ。一緒に装甲車乗っちゃったりして、装甲車乗っちゃって、はい、途中まで行かせてもらったような次第です。ちょっと僕コメントに困ってますよ、はい、でもあそこはエルサレムって、ムスリムと、キリスト教と、そしてユダヤ教の聖地が1キロの中にあるんですよ、旧市街っていうんですが、そこに世界中から観光客の方が来られるスポットなのに、全然お客さんが今いないんで。そうですね、いなかったですね、全く。店長さん悲しそうでしたよね。悲しかったね、悲しそうで、はい、はい、あれから一人もお客さん来ないって、まあ、ねえ、来なくて、はい、はい、社内から我々は映画の題材にも使ったんですけども、そこで古い一番古い本を買ったような時代です、はい、それがお題になった、 AI は愛のために、はい、道具として使ったんですよ、はい、この AI は愛のためにっていう作品のざっくりとしたあらすじとかはありますかね。はい、はい、タルタニ監督演じる、方がですね、奥さんがいる。その奥さんは私 で、 で奥さんのレナがハマスに人質に会っちゃうんですよ。なるほど、いろんな思いが、また違う角度の思いが詰められてる作品ですね。この作品実は世界で最初の AI フィルムコンテストだったんですよ。そうなんですか。そうなんです、はい、なので実際に撮った撮影したシーンと AI で、作り上げたシーンをミックスしてますね。いろんな挑戦、僕も見習っていきたいなと思います。それでは皆さんご覧ください。 AI は愛のために、エンジョイフィルム。Daisuke a trouvé un vieux livreAvec ce vieux guide, Daisuke a cherché sa femme, Rena. La femme de Daisuke a été enlevée par le Hamas. Est-ce que c'était vraiment mieux avant? Our internet saves lives! I can find where Rena is. She's in Gaza.Please, please help us! Daisuke a accompagné l'armée israélienne à Gaza, où elle se trouve. Our internet should be used for love.